メールバインの飛行具の図版1メールバインの飛行具の図版にカルルフリードリヒメールバインはドイツの土木工学技術者また羽ばたき式飛行具を作った発明家ライゼルハイム生まれエメンディンゲンデボツ司祭の息子であった彼は数学物理学工学を学ぶためにカールスルーへのストラスブール大学に短期間通ったそしてイエーナ大学で 論理学、農学、科学、物理学を学んだ。その後、1779年に建築検査官として、バーデン編脅迫のもとに召し抱えられ、エメンディンゲンからレーラッハにかけての土木建築を一手に任された。職務の傍ら、メールバインは飛行という問題に情熱を注いだ。当時、気球は、モンゴルフィエ兄弟によって、成功を収めていた一方、 空気より重い飛行装置を使った数多くの試みはことごとく失敗に終わっていた。しかしメールバインは気球を鳥のように飛ぶのではなく、ただ空中を漂うだけのものと批判している。1782年、84年に発表されたメールバインの研究は鳥を調査したところによっていた。彼はマガモ、チューヒ、アオサギ、ノガン、コブハクチョウ、トラフズク、 西国丸ガラス、山市儀、ヨーロッパ山うずらなど様々な種類の鳥について、体重と翼面積の関係を調べ、人間が飛ぶために必要な翼面積を割り出した。それにより、彼は自分の飛行具を翼面積126平方フィート、最大重量200ポンドに設計した。飛行者は翼の重心下にある特殊なズボンに固定された。操縦は、 ズボンが伸長され、鳥のオハのように広がることでなされた。彼の飛行具は、今日のハンググライダーとは違って、翼が可動であった。メールバインは、この点でも鳥を模倣したのである。しかしながら彼は、翼を動かし、揚力を得るために、不可欠なエネルギーの供給を軽視していた。ブリタニカ百科事典は、メールバインが1781年に、 自作のオーニソプターで飛行に成功したとしている。これは、この種の飛行具を使った、人類初の飛行であるかもしれない。ただし1781年の飛行は失敗したと、する資料もある。1784年8月4日に、メールバインは自作の飛行具でエメンディンゲンの城山から、飛び、150メートル離れた大比の山に着陸した。 これは、ゲーテの義理の兄弟であるシュロッサーという人物に目撃されている。ただし1784年の実験は続く85年夏の実験と同様に失敗したという見解もある。その後、メールバインは建築の分野へ戻った。1802年には、橋梁やドームに関する著書を出版している。彼はまた推理にも、興味を持ち、堤防の設計や、 河川の直線化について考えた。1810年、メールバインは落馬によって死亡した。メールバインが作った飛行具は100年以上もエメンディンゲンに残されていたが、19世紀の終わりに発明者の一子孫によるゴミ掃除の結果失われた。A.B. ロルフ・シュトレール著松谷賢治役、航空発達物語白水社、1965年。 ありがとうございます。